お、さあ、ニュートン・ランバトファンの方がいますね。ありがとうございます。さあ、もう大会出る方おらん？おらず？おらず？あれ、なんかいつも X やってる人 いますね、なんかいやいやいや、あ、じゃあ今8人ですね。お金。どうしても青斎さんを倒さないといけないって思ったんですけど。自信かよ。なんか俺裏の裏のようなことしました。硬い。じゃあ8人か。まあ今日もまあ紅白戦なんですが、4対4。これ2キャラでもすぐ終わっちゃうんかな。何先どうしようか。1人3スキャラとかレパートリーあるんすか。ザンギ、あ、じゃあハイパーでやります。ハイパーならザンギ5種類いますよ。1人5キャラまでいけますね。さあ、どうしようかな。まあ、3キャラだと辛いという方もいる。2キャラ？ 8人でしょ。
8だ、4対4で東西線ね、入れて9ですよね。お、見に来たぜ。どなたでしょう。まあじゃあとりあえず2キャラ、あ、じゃあもう 全キャラ戦にします。1チームで全キャラ使い切るね。え、それでやりましょうか今日は。まあ、いや、S も X も同じ扱いで、1キャラ扱いで、どっちか使ったらもうそのキャラは、うん、終了と。16キャラ。じゃあ、メインキャラ被ってる人いるかな。あ、友座さんと龍さんか。まあ、あと、しのぶデレロさん、竜ですよね。まあ、竜じゃなくても。あ、16キャラ戦やります、今日は。東西の。1人、だから、うん ?4 ぐらい？え、16キャラだ、4人で16キャラだから、4キャラ。豪気カウントしちゃう？いや、ノーカウント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 。え？16はダメ。16はなし。じゃあ、うん、3キャラ1人。あ、じゃあ3キャラにしますか。
あ、いや、あ、こっちにある。あ、そっち行った。はい、じゃあね、チーム分け今日はね、あのアプリで抽選しました。じゃあ3キャラ、1人 3キャラというか3回 3ライフ持ってます、1人。いや、まあでも12人、12キャラで終わりっすよ。同キャラ、まあ今日はありにしますか。ザンギザンギザンギになっちゃう人も、まあ豪気はもう値上がり、豪気税がどんどん値上がりしてるんでね、うん、豪気税の値上がり結構激しいんですよ最近は。はい、じゃあね、あ、じゃあワンピース B だけちょっと、じゃあ山本さんと誰かじゃんけんで。はい、じゃあ最初のね、一人だけじゃあ申告でいきましょう。割、まあ忍ぶ何でも使えるよね割と。いや、むしろX 界最強の、あ、違う、さあX 界で一番サードが強い人みたいな感じでなりつつある忍ぶ逆になりつつある。じゃあ一人目はデレローさんと山本さんいきますか。はい、じゃあ 1P がね、トモザ、デレロー、バイパー、リュウ、この4人です。 2P がほぼ山本、長州、忍、青木、サイクロン、この4人です。キャラ自由です、自由です、キャラはもう自由です。で、今日は同じキャラもありです。1人3ライフです。さあ、で、うん、ほぼ山本、バルログ、バルログを出してきた。さあ、デレロさんの方はもういきなりメインの X 竜を出しましたね。さあ、山本バルロが一体どれほどの実力なのか。とりあえずひょうひょうとスカイハイして、ひょう昇竜、だわ、大足がゴロゴロに当たる。あ、めくり竜巻ではめていく。あ、めくり竜巻必中ですね今んとこ。さあ、むやみやたらとスカイハイで突っ込んでいく。さあ、これが確定ガーフ、はめていく。
今日は、あうまい昇竜真空さあ、お次は、2P 側ほぼ山本、長州、忍、青木サイクロンチームです。あ、青斎さん、行った。さあ、メインキャラの青ザンギ、まあ、そうですね、竜と見たらもうね、ザンギ使い喜んで飛び込んでいきますね。さあ、ダブラリも出ている。おお、コパン。さあ、あー、太刀打ちく。さあ、ちょっとダブラリの出が今日は8割ぐらいか。さあ、飛び通って、さあ、もみもみ。さあ、青サイザンギが強い強い。はい、いや、じゃあワンピー、次はトモザ、デレロ、バイパー、リュウチームですね。誰でもいいっすよ。別に同じ人連続とかでも大丈夫ですからね。さあ、リュウさん行きますね。さあ、リュウさんのダルシム。さあ、ザンギと見て出してきました。このダルシム。あ、でも結構いけるんですよね、これ。ザンギ側もそこそこいけますよね。ダルシム側がちょっとミスっちゃうとなんか一気に持ってかれるイメージありますけど。おお、さあ、ダルシム戦を知り尽くしている。そんなことはない。あ、本人から今そんなことはないよと。さあ、謙遜のお言葉が。あれですね、あのタッチショーパンでだいたい飛びは全部落ちちゃうんですよね。あ、はめていく。あーっと、はめをミスっていく。あー、大足。あ、今の勝ちはでかいっすね。と思ったら、友田さんが本田。さあ、みんなガンガンかぶせていきますね。さあ、無慈悲な張り手とドスコイ。さあ、汚ねえぞって。青斎さんから苦言が。あっ、これ4ヒットで、はめていく。はめていく。あ、いいですね。青斎さんは強い。あ、ダブラリから、あ、これ勝ったらかなりでかいですよ。うわー、うまい。あ、大いちょう張り手で削って、削って削って、どっこい、どっこい、どっこい、まだ生きてる。あー、惜しかったですね。もう1ラウンドある、折れてない。青斎さんは、おー、うまいですね。さあ、サバ折り、サバ折り。あー、ちょっとね、飛び入れても逆に投げられてしまう展開。
つなげて4ヒット、はめていく。さあでかいぞこれは。さあ青斎さんもう一人で終わらす気ですねこれ。俺一人で十分だって言ってましたからね。いや言ってない、すいません、捏造してしまいました。さあワンピー側恐れおののいて誰も入れないという状況に。さあバイパーさんはまだ行かないんですか。パスパス、バイパーさんパス。残技戦 NG らしいですね今日は。さあリュウさんが何を出すか。残技を倒すなら、お、リュウ、リュウでいいんですか。青斎さんの大好物ですよ。の、さあ残儀の倒し方をよく分かっている感じか。あー巻き込まれて、あ投げない。あ蹴っていく。蹴っていく。あーこれは削り。おー5パンタイク。あ竜巻の処理もしっかりしている。あー垂直頭突きでピオラセットへ3段入れて、いや強いぞ青斎さん、今日は覚醒してます。ダブラリーはめていく。うわー上でない。さあ青斎さんは止まらない。ダブラリー引っ掛けてはめていく。さあ青斎さんが強すぎてワンピー側ちょっと戦意喪失状態か、入れない。さあ友澤さんが来ましたね。さあガイル、さあ残儀を倒すならこのキャラ、これダルシムよりきついっすよね多分ガイルの方が、一緒ぐらい。大差ない。さあ青斎さんはそんなどっちも変わんねえよ、どっちみち倒すから変わんねえよと言っておりますが、あ言ってないですか、すいません。また捏造してしまいましたね。杉さんがちょっと遅かったか。ちょっと遅かったですね。なんでラーメン。おはめない。しゃがみくらいだから、あ、なるほどね、見てますね青斎さん。さあガイルも倒しちゃいそうっすね。さあ苦手キャラを一通り平らげるか。
あーダブルがヒットしてしまう。これは痛い。あ、ちょっと厳しい展開か。あーあー、さあようやく青斎さんがストップ。さあ乗りに乗っている 2P 側は、さあシノブチュンリー、エクスチュンリー、さあガイルチュンリーですね。まあこれは結構いい勝負ですかね。さあ X 界で一番サードが強い男シノブ。うわ、対空戦列しっかり地上ヒットさせている。投げ、うわめく当たる。結構めくり範囲あるんですねあれ。あ、空対空。まあ、チュンリーはね、対空が結構難しいですからね。うわー、いい対空。いろんな対空知っているぞ。投げ、これは警戒していた。あー百列強っ。あー、クラゲと百列でゲージを貯めた。体力はほぼ五分。投げて必戦列で、まあとりあえず削って百列。うわあ、ジャンプダイパン強いなあれ。さあ時間も少ない。うわあ、空対空を許さない。お、ここでバイパーさんが動いた。チュンリーと見て動いたバイパーさんが。さあ、ザンギは NG でしたけど、チュンリは大丈夫ということで。まあ確かにホーク使いは、まあザンギ戦は嫌かもしれないですよね。お、4が当たって大キック。さあチュンリー様、あー戦列が、まああれずらしましたかね。普通の飛びだったら当たってたっていうところでしょうか。さあ4からのムーンが入って、もう一回ムーンが入って、4、あっと、ああ通常投げ首絞めていく。あ、さあ長州さんが行きましたね。お、お、いきなり剣ですか。結構みんなガチですね今日は。ファーガード、ファーガードして、さあ確定。
あ、あ、さあちょっと今一瞬ねヒヤッとしましたね。さあ長州さんかなり手堅く立ち回っている。さあ4が当たる。あー波動が当たっちゃった。うん、これははめていく。あっとちょっと届かなかったが、あー長州キック。さあ今のところ 2P の方がリードしてますね。さあデレローさんもさあ再び竜ですね。さあ今日はみんなガチで勝ちに来てますね。あ、ダイヤシー。 あ、始まった。あ、あれが確定するんですね。うわー、レッパー、レッパー出ますよ。あー、いい感じの龍拳戦ですね、これ。どこで飛ぶか。もう怖いですね。さあ、二人とも上はやはり見逃さない感じですね。投げていく。さあ、長州さん強い。さあバイパーさんが行った。お、ホークですね。さあワンピがね、アオサイさんにかなり削られちゃいましたからね。無駄遣いを、だいぶ無駄玉が。さあバイパーさんのリベンジ戦。お、ちょっと反応が遅れたが、昇竜切り返す。あー危なかったですね。あのジャンプショーパンチをねガードとかしちゃうと大変なことになる。さあイケネ4ではめていく。ラファー昇竜拳。とりあえず距離を離す。なんだ、大キック長いっす。レッパー押し込んでいた。しかしガードしていた。さあ剣の昇竜は隙が少ないです。うわ、バイパーチョップ。なあ、めくりが当たってコパコパレッパー。さあ強いですね今日の長州さんはね。さあ、ワンピーチームはあとライフ1個ずつということになってしまいました。 2P チームに至ってはまだ全員2か3の2ライフか3ライフ残っているという
さあ、青斎さんがちょっと暴れすぎたか。さあ、龍さんのベガですね。さあ、膝蹴り、まあ、剣といえばあの膝蹴り。さあ、置き攻め。お、コパンで止める。あ、確定はないですね。蹴っていく。おー、ずかずか歩いてきたんですが、あれは投げが通ってたら終わっていた。あー、飛びが通っちゃう。死んじゃう。さあ、今まさにベガって感じでしたね。まあ、これで、2P チームは、全員ライフ2つ残し、丸々1周差がついてますね。あ、ここで、山本さんのエクスチュンリー、めくりホーバー。あ、対空出ますね。投げ、さあ、相打ち OK で蹴っていく。あー、ジャンプ中盤引っかかって、あー、ちょっと1ヒットでしたが、まあ、ヘッドプレスで KO。 あ、デビルリバース。さあ、めくりホバー、投げ、さあ、もう相打ちでもいいから蹴っていく感じか。あ、ヘッドプレス。さあ、さあ、誰でもいけますよ。さあ、青斎さんが長州さんに行けと指令を出した。青斎さん、チームリーダーの青斎さんがお、あ、あ、さあ、忍ぶ行きますね。DJ。 さあ、ワンチャンキャラ同士の、これ一瞬で終わっちゃう可能性もある。さあ、飛び、あー、ガードして、あれね、置き攻め飛び入ったら終わっちゃうんで、お互い、そうっすね、お互い置き攻めの表裏の分かりにくい飛びが入ると終わっちゃうというね。あ、ベガ側は終わらせらんないんですか。あ、ピヨンないんですか。あー、うまいですね、ヘッドプレスを迎撃。さし、お、お、ここでジャックナイフ打っていく。投げて、あ、置き攻め許さない。おお、リバサでマシンガン。さあ、荒れますね、これ。ああ、見てますね。
あれさっきはなんか自信ないから長州さんに行けって言ってたんですが、自分で行きましたね。謎の理論で今なら行けるという何かあったんでしょう。さあ行けないか行けないか。いやまだまだありますね。まだ全然あります。ああ、さあさっきは大暴れした大西さんですが、なかなかいいように、さすがに龍さん、メインキャラの龍ではね、そう簡単にはやられませんよ。うん、投げにならず。うわあ、中キック。あ、山本さんが3回目いきますか。龍さあ、龍、ベガ対龍はね、まあ、龍有利なのは間違いないと思いますが、投げ、まあ、ベガのゲージがないときに端で波動波動波動モード行かれると結構きついですよね。竜巻、おっと、自ら端を沿っていく。おお、ここはたまらず昇竜で割り込んで、あー、もう飛び道具に対する反応が早い龍さんのベガ。うわ、投げ、あ、長州さん出ました。置き攻め、ガード投げ、あ、昇竜拳が今中昇竜、まあ、弱昇竜だったらダウンなんですけどね。投げて、おお、相打ち取っていく。あ、はめていく。あ、これベガきついんですよね。あ、反撃ない。お、上が出ず、もろに食らってしまいました。さあ逆転してますね。もうね、 1P の方がリードしました。さあ忍竜メインキャラ、まあでも龍さんのベガ強いですからね。うわ、うまい、いい昇竜。あ、真空は飛ばれてしまう。ゼロドット、ベガにゲージがある、これは苦しい。
さあベガがゲージを貯める。置き攻め。あーっとちょっと生き延びた。おお、これはガード間に合いますね。あー逆に出ちゃう。さあこれはありますよ。うわー繋がっている。繋がっちゃった。あれ長州さんが先に行ったということは青斎さんが大将っすね。あ、膝蹴り外すの早いっすね。あーまた飛びが昇竜拳。あー今当たるんですね。うん、逃げていく昇竜。波動拳。波動拳。いや、これはベガちょっと苦しい。ああ連覇出ない。竜巻反対行ってヘッドプレス。さあお互いに何もちょっと何しようかという困ってるか。ああ長州キック。やはり頼れるのは長州キック。さあバイパーさん行きましたね。お最後はガイル。あ、まあ青斎さんがいますからね、それも見越してのガイルですかね。さあ膝蹴り。もうコパンでスタブ止まるんですね。サマー溜まってる。あー相打ち。おお棒立ち。あー足払いを誘ってましたね。しかしバイパーさん振らない。さあ大きく画面を押して、あーちょっと踏んでしまって竜巻。うんうん。おお昇竜、いい昇竜。おお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 さあ、青斎さんは、あと3人倒す必要があります。無理じゃないです。青斎さんならいけるでしょう。あ、
ちょっとガイルきついか。お、あ、まあでもそうっすよね、リーチ。まあ青サイさんは1ラウンド遊びますからね。3ラウンド目も遊ぶ、え。さあ、おお、ああ、2ラウンド目は本気出すんですね。そして3ラウンド目が遊ぶ。ダイヤシ、ああ、出ない。せっかく立ちガードだったんですが、うわ、あの体、いい体育お持ちですね、ガイルも。対ザンギ用の対空がね。うわー、ソバット。さあ、青瀬さん、おー、うまい。うっ、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 うおー。さあ、まあ、青瀬さん、あのゼロドットまで遊びますからね。あ、トマトさんもガイル。さあ、青サイさんから汚ねえよっていう。まあでもガイル倒してるじゃないですか、いけますよ。さあ、ガイル、ガイルきつい。あああれが、ザンギだとあれはもう逃げられないのかな。あ、ダブラリ出せれば。あ、いいですね、飛びが。さあ、中ピー投げ、読んでいる。さあ、しゃがみくらいしっかり読んでる、見てますね。さあ、2ラウンド目はやっぱりガチで倒しに行く青サイさん。さあ、そして3ラウンド目、ゼロドットまで遊びますから、だまだあの、お、さあさあ、まだまだまだ、ダヤシの飛び通る、ダブラリー。怪しい、ガードしてる。これはしっかり確定入れる。さあ、大将戦ですね。最後デレローさんです。デレローさんもまさかガイル大将戦。ホンダ、ホンダ行けと。まあ竜ですね。さあ竜は青サイさんとしてはかなりありがたいキャラ選択なんじゃないでしょうか。さあ、ガイルをね、2体倒してきてますからね。ガイルに2体倒しておいて竜に負けるなどということは許されない。ダブラリはまあ今日はでも8割ぐらいですかね。つながらない、ゼロドット、おっ、あー、竜は立っている、竜が立った。さあ、2ラウンド目は
青斎さん強いです。あれ2ラウンド目ですよ。削って距離離して、おもみもみ昇龍、さあデレローさんの勝利。あーじゃあね、今日の勝利チームは、トモザ、デレロー、バイパー、リュウチームです。おめでとうございます。はい、じゃあ、ワンピーチームの方は写真撮りましょうか。
Thank you.
Thank you.
Hello!
Oh, you can!
Hadouken! 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 Hadouken!
Hadouken! 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 Hadouken!
Thank you.
You win!
Oh, yeah.
Can't win.
I don't get.
Adoken!